この登場の仕方が好きです。どうも皆さんこんにちは。今日も5時ですね。突然ですが今日から太鼓がしばらくできなくなります。ツイッターを見てる人ならわかると思うんですけど、グルーブコースターっていうゲームご存知ですかね。そのゲームと、アンダーテールっていうゲームがコラボ、これ第2弾なんですけど、まあ、アンダーテールっていうゲームの楽曲がグルーブコースターに入って、まあそのグルコスのね譜面で叩けるよっていうコラボなんですけど、太鼓でいうところのねプチキャラみたいなのの追加だったりとか、称号とかあるんですけど、でこれ実は2回目ってさっき言ったんですけど、1回目の時に僕あのイベントのね上位全国50位以内に入って、まあ特別称号みたいなの持ってるんですけど、でも今回もその称号が欲しいので、っていうのが純粋にアンダーテールっていうゲームが好きだし、その楽曲がねその音ゲーに入るっていう、まあグルコス、まあ、ちょこっとやるぐらいなんですけど、まあそういうこともあって、まあ、しかもですねこれはまたそのこのイベントがですね長いんですよ、期間が1ヶ月あります。なんなんですかね、そういうゲームのイベントでそのなんだろう、音ゲーをしてポイントを稼いでみたいなのって、まあ、例えば最近だと僕はミリシタっていうソシャゲのね、ソシャゲって言っていいの、まあアイマスですね、アイマスのゲームでイベントを走ったんですけど、2週間あったんですよ。僕はイベントを走ったのがあれが初めてだったので、2週間は長かったですよ。でね、そのグルコスってですね、家でできるわけじゃないんですね。ゲーセンに行かないといけないし、そのやるたびに毎回お金を入れなきゃいけないので、どうなんですか、体力的なところとかがきつかったりしますね。その結構人口が少ないとか言われてますけど、それでもですよねやっぱ、で、まあしばらくはこんな感じで、これですね、ロンちゃんの部屋なんですけど、ロンちゃんの部屋でこんな感じでこのカメラと向き合っていろいろ話すっていう動画をその撮っていこうかなと。多分太鼓の動画がゼロになることは多分ないかな、ちょっと頻度がどうしても落ちちゃうので、前からねこういう感じの動画撮ってみたいなと思っていたので、せっかくだしやってみるかという感じで、でですね、まあこういうテイストの動画、そのカメラが正面にあってこう自分がいて喋るっていう動画、僕はもうなんかいろんなものにすぐ影響されやすいんで、多分見たことある人もいると思うんですけど、直木マンさんという方をご存知でしょうか。 YouTuber の方なんですけど、都市伝説とか怖い話とか、なんか意味が分かると怖い話の説明だったりとかをしてる YouTuber さんがいるんですけど、その人を最近めちゃめちゃ見てて、まずね声がいいっていうのと、人生経験が豊富というか頭がいいですね、聞いてて飽きないです。特にとにかく、ね、声が聞きやすい、チャンネルのリンクとか貼っておくんで、もう全然見てください。直木マンさんにね影響されてこういう動画撮ってみようかなということで、今日は一つチャンネルを紹介したい、まあ、今さっき一つ紹介したんですけど、まあ、二つ目ですね、チャンネルを一つ紹介したいなと思うんですけど、もうねドハマりしたチャンネルがまあさっきありまして、怖い系苦手な人はちょっとここで動画閉じてもらってもいいと思うんですけど、ゾゾゾっていうチャンネルをご存知でしょうか。カタカナでゾが3つでゾゾゾなんですけど、これ心霊スポットを20代後半か30代ぐらいなんですかねの男性がまあ3人とか、カメラマンを合わせた4人ぐらいですかね、だからこう心霊スポットを回ってうん、くそ幽霊の話をするときにカメラの見えないところで背中にポンってされました。今だからびっくりした。お前どこに話したかな。まあその男性3人ぐらいが心霊スポットを回って何か映らないかみたいな、まあ心スポを巡る動画ですよね。心スポを巡る動画だったらその結構有名な YouTuber とか結構やってるじゃんって思うじゃないですか。まあその通りだし、そっちも見るんですけど、それともう一線引いて心霊番組を見てるような感じになるし、もう一つは僕ってその動画を編集する立場じゃないですか、動画を見る際にやっぱりこの効果音の音とか BGM の入りとかカットの仕方とかそういうところも見ちゃうんですけど、もう絶妙にうまい。本当にテレビ番組とかに
関係してる仕事をやってたんじゃないかってぐらい見やすいし、なんですかね、クオリティが非常に高いです。さっきも言ったようにもう怖いのが苦手な方はもう多分何言っても見ないと思うんで、僕はちょっと3日前ぐらいですかね、初めてそのあなたへのおすすめでこう出てきて、夜2時ぐらいから朝の8時ぐらいまでずっと見てましたね。編集する側として見るっていうことが結構楽しいんですよね。季節的にもね、心霊系がこう流行る時期というか、まあ、そんな時期になってきているので、まあ、興味がある方はぜひ。だからこういう紹介系みたいなのとかこのやっていこうかなと思います。全く新しい路線を一つ追加ということで、把握をよろしくお願いします。こういう怖いチャンネル他にもあるけどみたいなおすすめがありましたらぜひコメントください。こんな感じで、ではありがとうございました。3、2、1、ほい。はてなは全各地に点々、ウェイ。お猿さんとも言われてる、ウェイ。じじせいじ、ウェイ。じじせいじ、ウェイ。じじせいじのエンディング、ウェイ。